お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、東京レプタイズワールドが昨日と本日と2日間ね、ありまして、僕とあと YouTuber のショーンタムがね、デンドロパークさんのブースで、2日間ね、お手伝いさせてもらったんですけれども、今回はね、まあいろいろ事情がありまして、レオパ、ニシアフ、その他月光のみの6ブースのね、出展ということで、とんでもない数のレオパ、ニシアフたちがね、ブースに並んで2日間でイベントやったわけですけど、まあおかげさまでね、めちゃくちゃ大盛況でして、相当多分ね、レオパ、ニシアフ数ね、出たと思うんですけれども、普段ね、ラフチャンネル見てくださってる視聴者のね、皆さん遊びに来てくださいまして、本当にありがとうございます。で、本日の動画はですね、まあいろいろとね、話したいこととか紹介したいものあるんですけれども、まあちょっとちょうど今帰ってきたばっかりで、今からね編集して動画上げてってなるとね、今が8時なのでバタバタやって、まあ22時までに上げられたらいいかなと思ってるんで、ちょっと短尺で購入したね、生態だけをね皆さんにご紹介したいなと思います。2日目のね、いただき物に関しても改めてまたライブとかでね、ご紹介できたらなと思ってるので、気になる方はね、ぜひね、ライブ配信遊びに来てください。ということで、今から、今回、東京レプタイズワールド2日間で、買った生態をね、ご紹介していきたいと思います。かっこいいかね。珍しく、ショップの服を着て今日はやりました。はい、じゃあ早速ね、この2日間でお迎えした生態をね、ご紹介していきたいと思います。まあうちね、ブリーダーラックが2つありまして、まだ空き室がね、あるのでレオパニシアフをねお迎えしているんですけれども、まあぼちぼち空き室もねもう少なくなってきたので、そろそろこの辺でレオパニシアフ買うのね、だんだんもう止まってくるかなと思うんですけど、まあそんな中今回お迎えした生態たちを紹介していきたいと思います。まず1匹目がこちら、レイニングレッドストライプと書いてるんですけど、デンドロパークさんでね、購入させてもらいました。わかるでしょう？もうこのヤバさ。このヤバさもうわかるでしょう？ちょっとアップしますね。蛍光オレンジ。やばくないですか？この子。なかなかね、レイニングレッドストライプ自体はうちにすでにね、飼育してるんで、モルフとしてはいるんですけど、この蛍光オレンジはなかなかにすごいでしょう。ちょっとうんちしてるね。やばくない？なかなかここまで、おお、ごめんね。なかなかここまで蛍光色バチバチに出てるレイニングレッドストライプいない気がしており、うちにはね、すでにエルモルフではあるんですけど、あまりにも表現がね、綺麗だったので、こちらの子をね、お迎えさせていただきました。すごいね。またこちらね、メンテナンスライブで、この子もね、登場するので、ぜひね、気になる方はね、週に一度ぐらいね、やるメンテナンスライブですが、遊びに来ていただけると嬉しいです。いやー、すごいよ、マジ。もうちょっとアップするか。うわー。やばいよ、本当に。バチバチじゃん。他にもね、まだまだ全然綺麗な子たちいました。もう今回ね、本当に、レオパもニシャフもそれぞれね、ついついお迎えしちゃいたくなるほどのね、すごいクオリティの高い子たちが多くてですね。まあこれでも僕はね、レオパあまり今回ね、しっかり見れてないんですけども、ニシャフだけで、精一杯で見れてないんですけど、本当ね、たまたまね、この子めちゃくちゃいいですよっていうことでね、紹介してもらえたので、ね、購入することができましたということで、1匹目はね、レイニングレッドストライプ、すでにうちにもいるモルフですが、この蛍光オレンジバチバチに発色しているこちらの子でした。はい、続いて2匹目ですね、こちら、スーパーソノベルエニグマということで、こちらね、エキゾチックサプライズさんでお迎えさせてもらいました。まずこのエニグマによるこの模様のね、乱れ具合めちゃくちゃ綺麗ですよね。白の面積もかなり多くて、柄もねすごいこうおしゃれで、こう頭のこの柄のねピグメントの中心の白抜け感とかものすごく好きだなと思って昔したんですけど、こちらの子ね、目がね、開けてくれっかな、これね真っ赤なんですよね。このベル特有のね、このベル特有の、こうやって見るだけかな、この赤い目やばくないですか。ああ眩しいよね、ちょっとごめんね。ちょっと今ライトをね遠ざけましたが、こうやって隠
くしてあげると、うわーすげえ赤いね。やっぱ眩しいから目開けないね。はい。いや模様やばいでしょ。色の白さと模様、かなりクオリティ高いなと思って、朝ね、軽く2日目だし、ちょっと他のブース見たいなと思ってフラフラしてたらですね、ほんと、たまたまね、出会ってしまいまして、こちらの子をね、お迎えすることになりました。相当綺麗。ちょっと、成長が非常にね、楽しみです。はい。で、当たり前のように続きを始めるんですけど、こちらですね。これはね、かなり僕から紹介された視聴者の方もね、いっぱいいるんじゃないですかね。アルビノ、タンジェリンアンビル、まあ、要はアメラアルビノですね。デンドロパークさんですごい安くね、販売していたので、こちらもね、僕も一匹ね、買っとこうと思ってお迎えしました。まあ、シンプルにアメラアルビノですね。まあ、うちすでにね、たくさんいるんですけど、このストライプが入ったバージョンのアメラアルビノっていうのは、うち一匹もね、いなかったので、まあ、改めてアメルをね、まあ、わざわざ、相場というか通常の金額で買うことはね、まあ、今後ないだろうと思っていたので、このね、信じられないぐらい破格の時にですね、おぉ、めっちゃ威嚇してる。信じられないぐらいの破格の時にですね、ストライプバージョンのアメルもね、ゲットしておこうということで、お迎えさせていただきました。なかなかね、個人的にはね、綺麗で好きですね。ただ、うちにいる中国とかね、そっち経由、まあ、ローズアメルと言われるね、そちらのタイプのアメルではないので、アメリカのね、アメルなので、またちょっと色合いがね、うちにいる子たちとは雰囲気が変わってくるのかなって気はしてます。ストライプバージョンのアメラアルビノ3匹目お迎えさせていただきました。はい、そしてラストですね、最後4匹目、これラストなんですけど、こちらですね、ゼロですと。で、ゼロもね、何匹かいまして、ライブ配信でね、皆さんにご紹介したゼロちゃんはね、もうイベント初日の初っ端に売り切れちゃったんですけど、二日目用にね、取っておいた子で、結構ね、色が、黒の面積が多い子がね、まだ箱の中に残ってましてね、そちらの子をね、購入させてもらうことになりました。なかなか綺麗ですね。ちょっと一日目、まあ僕のライブ配信で紹介したゼロがどんな感じかね、もうちょっと忘れちゃったんですけど、まあでも結構それに、近しいぐらいのね、まあ、黒塗り、まあ、ベタっとした感じのカラーのゼロなんじゃないのかなと個人的には思ってます。まあ、昼ぐらいまでね、出してたんですけど売れてなかったので僕がもう買おうと思ってねお迎えさせてもらいました。綺麗ですね。この背中のこのベタっとした黒い感じ、どういう風に変化するんでしょうね。ゼロまだちょっとね諸説あってはっきりしたことがあまりね明言できないようなモルフではありますが、まだまだサイズもね、おお、危ない危ない、結構光線的だね。僕の人差し指を見てもらったら分かる通りね、まだまだ小さいので今からしっかりね丁寧に育てていきたいなと思います。はい、ということでね、今回はレオパ、ニシャフそれぞれね、合わせて4匹ですねお迎えすることになりました。冒頭でもね話した通りブリダーラックだいぶね埋まってきたので、まあぼちぼちちょっともうお迎えしなくなるんじゃないのかなと個人的には思っておりますが、メンテナンスライブでね、この子たちもねしっかり登場させていこうと思うので、気になる方はねチャンネル登録して楽しみに待っていてください。ということで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。差し入れ等ね、たくさん持ってきてくださった視聴者の皆さん本当にありがとうございました。次回イベントはですね、幕張ですね、幕張で行われる東京レプタイルズワールド、その時にはねデンドロパークさん月光だけじゃなくてヘビもね解禁してる頃合いだろうとは思いますので、気になる方はぜひねまたイベントの時に会いに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。